ただいま、カンカン同率大学別対策講座の履修を募集しています。詳細は説明欄に書いてるので、そちらの URL や動画を見るようにお願いします。お願いします。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの矢上です。学びズムの矢沢です。どうもこんにちは。今回の質問になります。はい。目標を必ず達成する人たちの脳内を知りたいです。矢沢先生は目的を立てたとき、どのようにゴールまでの道のりを考え、達成するまでの困難を打ち破っていますか。難しい質問ですが、ぜひご回答お願いしますと。難しい難しい質問って分かってしてる難しい。ではお答えいただきましょう。むずいで。難しいですね。まず、はい、せやな、夢と目標の違い、夢と目標の違い、ここからかな。はい。何やと思います？何やと思います？夢と目標の違い。夢と目標の違い、多分一人一人定義が違うと思うんですけど、僕が思う夢と目標の違いはあるんですよね。はいはいはい。どんな違い？夢と目標ですか？大学受験、大学合格する、何や大学に行く、これ夢ちゃうでしょ。これ目標ですね。目標ですよね。でも、何パイロットになるとか、これ目標じゃないですよね。スプロ野球選手になる、これ目標じゃなくて夢になることが多いですね。そう考えると何なんですかね。そうですね。達成できそうなやつが目標。達成できそうなやつが目標。できなさそうなやつが夢。できなさそうなやつが夢。ちゃいますかね。いや、もうそれもそれで正解ですよね。それもそれで正解。それもそれで正解って、もうほぼそうなんですけど、はい、夢ってどうやるかわからんやつですよ。ほう。道のりが見えてへんやつが夢で、ハウトゥーがない。ハウトゥーがない。で、目標は道のりが見えるやつですよ。なるほど。あとは言うたら、そこ進んでいけるかどうかだけで達成できる。だから、この話で目標を必ず達成する人たちの脳内か、目標は見えてるから、だって言うたら、このここの大学に行くっていうのは夢じゃなくて目標なんだったら、そこまでに何をせなあかんかって具体的には決まってなくても、それなりに何やったらええか分かるよね。ハウトありますもんね。ハウトある。だから、できへんわけないねん。これは絶対できへんわけないねん。目標になっていれば、俺もほんま思う。これは夢はできるかどうか分からん中で進んでいかなあかん。なるほど。だから、そもそもゴールまでの、どういうふうにゴールまで道のり考えますかやねんけど、目標になっているんだったら、それは道のりはできてるはずやん。できてへんねんやったら目標じゃないからさ。はい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 。で、じゃあここで夢を達成するためにはっていう話に変えるけど、夢を達成するためには、これはゴールまでの道のり見えないですから。で、俺も他の動画で言ってますけど、自分だけ成功しても意味ないから、1000人の起業家を作るというのが夢だというふうに言ってます。で、1000人の社長さんたちを自分の力というか、自分が教えれることを教えて1000人集まれば、なんか大きいインパクトを社会に残せるんじゃないかというふうに思ってるから、だからそういうふうにしたいなっていうふうに言ってるんですけどね。これ夢なんですよ、僕。はい、目標じゃないですよ、夢なんですよ、まだこれ。ただね、どういうふうに道のりを考えっていうのは、道のりはね、勝手にできていくっていうイメージです。ほう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 。目指せた。お、なるほどなるほど。そうやな、目指さへんかったら道出てこーへんねん。目指さへんかったら道出てこーへん。目指さへんかったら道出てこーへんし、夢語らへんかったら道出来上がっていかへん。で、言ったら、言ってるから、他にも、今も、矢沢先生そんな、そういうこと言ってたから僕、来たんですとかいう、紹介でね、うちのコンサルの紹介で、俺と今、夜飯行って、語ってる大学生がいてんねんけど、そういう子も出てきたりだとか、それが、そういう子もいたりだとか、学びズム2期生で今大学4回生で社長やってる子とかも、いますから、そういう子に、こういう風にしていきたいんやみたいなこと言ったら、それやったら手伝いますよみたいな、そんな思うじゃないですか、みたいな言ってくれる子もおれば、でもそれが自分が無理や思ってて、どうやるか分からへんねんけど、でもこうしたいねんっていう風に言うから、あ、じゃあそれやったらこんなんあるんちゃいますとか、こういう手伝いできますよみたいな感じでわーっていろいろ集まってくるんですよ。それは語らへんかったら
集まらないし、ビジョンがキラキラしてへんかったら、うん、人は寄ってこないから、そうですね、うん、だから俺の中ではそれをどれだけこう明確に想像して、うん、そうなって、しかもそれがみんなハッピーになってることを想像して、ほんでやっぱり語るっていうこと、うんうんうん、が俺は大事かなっていうふうに思います、うん、そしたら手伝ってくれるからね、その私なんて僕なんて無理ですって言ってる子らに、その俺らも受験勉強していきながら教えたりたいと思わへんから、そうですね、なんか全然勉強まだできへんけど、うん、やったりますんでっていうぐらいで来てくれた方が、しゃんじゃやっとらっていうふうに手伝いたくなるんですよ、うんうんうん、手伝いたくなるんですよ、だからそういうふうに、いろんな人に手伝ってもらうっていうためには、うん、やっぱりそのキラキラしたビジョンっていうのを、まあ、明確に持つっていうのが大事かなというふうに思います、うん、でそれをおっしゃれば道のりが見えてきて、うん、で達成するまでの困難をどういうふうに打ち破ってるかっていうのが、これ最後 のいろいろ聞いてますけど、そうですね、最後の質問なんですけど、はい、困難を打ち破ってるというか、そういう言い方したらもう困難しかないんですよね確かにそうなりますよねそう、みんなから見たらすげえ楽しそうみたいな、キラキラしてるみたいな、そんないいところしか見せてなくて、もちろん、うんうんうん、しんどいんですよ、そら、うん、しんどいこといっぱいあるんですよ、ただその自分がこうやった時、達成した時、うん、自分もすごく充実感があるし、うん、そう自分がもしせえへんかった時、すごい悪いことしたみたいな感じあるね、うんうんうん、ほんまにそうなったらすごい社会的に良くなるんだっていう風な思いがちゃんとあれば、うん、やらへんことがもう罪ですよ、うん、っていう風に思ったら、その失敗しても困難にどんだけぶち当たっても成功するまでやるっていう、うん、もう誰でもみんながね、成功してる人みんなが言ってると思いますけど、うん、失敗を恐れずもう本当に成功するまでやる、もうそれだけです、困難を打ち破る方法って、うんうん、打ち破るっていうか、もうこれでもあかんかったらもうこれでいって、うん、それでもあかんかったらこれでいって、それでもあかんかったらみたいなんで、もう何回も展開しなかえ、うん、のどん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 乗り越えていくっていう感じですよね、うんうん、それが大きい山であり小さい山であり全部同じですよ、それは、うんうんうん、っていうところでしょうか。なるほど、はい、話がちょっと長くなりましたけどねいやー、夢と目標の違いから始まりね、こんなん達成する方法までいきましたけど、いやほんまにその通りだと思いますほんまにいい話、気持ちいや書いてます書いてます感情を外に出す、ね、そんなことないやん寝てたよ、ちょっと途中寝てないはい、はい、ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録して、そこから投稿するようにお願いします。チャンネル登録もよろしくね。よろしくお願いします。